スコッティで知られる日本製紙クレシアは、エリエールを展開する大王製紙に対し、製品の製造差し止めなどを求めて裁判を起こしています。問題となったのは、日本製紙クレシアが特許を取得したトイレットペーパーの柔らかさを保ったまま1ロールの長さを3倍にする3倍巻きの技術などです。 3.2 倍巻きを販売した大王製紙に真似されたと訴えています。これに対し東京地裁は昨日の判決で、日本製紙クレシアの訴えを退け、特許権の侵害を認めませんでした。こういった商品群はですね、一社独占ではなくて各社揃って市場を盛り上げていく必要があるのではないのかなというふうには思っておりますが、まあ、残念ながら日本製紙クレシアさんはまあ違うお考えを持っていたということなのかと思います。一方、日本製紙クレシアは到底承服できないとコメントし、控訴する方針です。